大佐型ミサイル艇とは、1960年代にソビート連邦で開発されたミサイル艇である。大佐級というのは、ナトー側名称であり、ロシア語でスズメバチを意味する。ソ連側の艦型故障は、205号計画型、モスキートである。本型は、史上最多の建造数を記録したミサイル艇であった。ソ連海軍用と同盟国への輸出用として、 各種改良型なども含めて、約400隻以上が建造された。2 0個型は、コマール型ミサイル艇の改良型として計画された。183R 型のようなミサイル艇は、駆逐艦エーラート攻撃鎮などの戦火に見られるように、小型、連火の割に、強力な攻撃力を有する、効果的な戦闘艦艇と評されていた。しかし、183R 型には、 以下のような欠点があった。これらの欠点が認識された結果、183R 型は6隻1組で運用された。試算では、NATO の駆逐艦を撃沈するには、対艦ミサイル2発の命中が必要とされていたが、生存性の低い 183R 型で攻撃を成功させるには、18隻を同時運用し、ミサイル12発以上の一斉発射に成功させる必要があると、 判断されていた。このような問題点の多い 183R 型を代替すべく後継となる205型が計画された。205型には以下のような改良が施された。これらの改良により 183R 型に比べ生存率が50%向上したと評価された。また、12発のミサイル製車には3隻で十分となった。 ゆえに、205型の敵駆逐艦撃沈保証席数は6席と試算された。つまり、205型6席は 183R 型18席に匹敵する戦力であり、かつ、運用経費は、後者より安上がり、ということになる。205型は1950年代後半から1960年代前半にかけて、ソ連で400席以上が建造された。 中国では1960年代から90年代にかけて、021型ミサイル艇という名で100隻以上が建造された。205型の改良型である 205U 型では以下のような変更が加えられた。また、205型の派生型には 205P 型巡視艇がある。205P 型は、ASW 装備や対戦魚雷などを搭載した対戦紹介用の巡視艇であった。 205型は主に第3次中東戦争、第4次中東戦争、第3次インパ戦争などで使用された。1971年の第3次インパ戦争中にインド海軍が実行したトライデント作戦ではパキスタン海軍の駆逐艦、巡視艇、港湾設備などに大打撃を与える戦果を挙げた。しかし、1973年の 第4次中東戦争中のラタキア沖海戦では、イスラエル海軍の効果的な電子対抗手段により、シリア海軍のミサイル停滞は戦果を上げられないまま、全滅させられた。さらに、イラン・イラク戦争では、主に航空機から発射されたイジム -65、マーベリックミサイルの攻撃により、多数の205型が撃沈され、イラク海軍は大打撃を被った。 205型とそのミサイルの性能では、高性能な ECM 装備を有する敵艦には無力であった。他に、防空能力の貧弱さや、自衛用の手法が未装備であった点なども、大きな欠点であった。その後、1980年から1990年代にかけて、ロシア海軍では205型の退役が行われ、後継の1241型ミサイル艇へと、 痴漢されていった。ありがとうございます。